はい、みなさんこんにちは、LTS よろしくお願いします。ということで今回なんですけども、本日よりセカンドシーズン開幕というところで新調駒扱っていきましょう。まずは、はい、10日のリオニス今回使っていきます。で、10日ということは新スキルですよ。はい、ステラストリームと。これ何かというと、自分の HP 状況に応じてスキル変化しますよというものですね。今回のレオニスはリーダーのオーラですと。で、魔獣馬以上15枚かの条件がついておりますね。はい、 HP8 割以上で毎ターン600の特殊、8割未満3割以上で600の特殊プラス150の吸収と。で、3割切ると600の特殊プラス600の毒となっております。はい、で、コンボスキルでポイズンですね。まあ、コンボはそんなにね、盤面出さないんで、まあ、基本使わないと思うんですけども、一応盤面出た場合は、まあ、終盤強いって感じのコンボスキルですね。はい、でところで、まあ現状の魔獣オーラリーダー最強格ですかね。もうめちゃくちゃ強いと思います。で、まあ序盤がね600でダメージ、まあちょっと与えつつ、中盤だと吸収入ってね、まあ HP ちょっと担保しながらじわじわね削っていって、終盤ね3割切ったら1200ダメで押し切るって感じなんで、まあかなり性能噛み合ってるんでね、これは強いと思います。ということで、はい、デッキこんな感じでございます。まあフェルグはね、正直リアンツールでもいいと思うんですけども、僕リアン持ってないので今回は、フェルグにしてます。で、一応ね、はい、アペラ入ったということで、リッチリッチもね入ってますんで使っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。さあ行きましょう。1戦目ミラーですね。来ましたよ、レオニスミラーですね。お、リッチ引けたのはいいね。しょってこれ6切るか、鉄衣切るか。いや、6切っちゃっても良さそうな気はするな、これ。お、ウィルボス会来ましたと。まあ6切りましょうか。6切ってリッチ変置きしてって感じでいきますかね。まあこれバイスなんか釣ってくれるとありがたいんですけど、まあ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 、そんな甘くはいかないと。ただ下にリッチ置くの、いやー、なるほどねなるほどね。まあ置きましょうか。はい、さあ月読みを引いてきました。どうしよっかな、これ変置きくる。 B3 いってで、左下 X 打たれたところをあそこ行くのはいいですね。 B4 から行くのもありな気がしてきた。 B4 から行ってもその A3 でね当然組まれちゃうんですけど、つくみがいるんでなんとかなりそうなんですよね。そっちから行ってもなんで、それはだいぶありですね。大いにあり。そうするか。あー、強いね。ほい、こっちからいきます。はい、吸収毒、よしよしよし、いいよ。これですよ、これを月読みで封印すると。これをですね、こうするわけですね。で、フェルグもいるんで、だいぶ、まあ余裕はできそうですね、これ。まあ、リッチコンボで多少火力出しつつですかね。ウンディーレ、いいね、いいよ。いや、先も吸収しちゃおう、これ。先吸収しちゃって、次また、つくみ切れてもウンディーレ貼れるようにしておきましょう。まあ、ロックされてもウンディーレが出るんで、多分これはいけそう。ですけど、罠ごまで、これはウンディーネ置きます。
いや、ただ相手もね、月読みいた場合ちょっとあれなんですけど、まあ行きましょう。で、あとはバイスで打って勝ちの予定です。どうかな。いや、でも行けそうだけどね。もう 30% 切るんで、ダメージもね1200になりますし、大丈夫そうだけど、リッチもね毒で通っていくんでね。リッチ、よし、これはバイスで飛ばせますね。よし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 、いきましょう。これで飛ばしていくと、よし、やっぱ安定感あるね、レオニス強いですね。いいね。さあ行きましょう。2戦目アマテル、アマテルね、環境トップっていうねデータが出てましたけど、ちょっと意外でしたね。もう1位なんだっていうね。まあ強いなとは思ってましたけど、まさか勝率1位までいってるとはね思ってなかったんでね、ちょびっくりしたんですけど。アマテル初手入りボスかや。まあ成り打ちいっていい感じはあるな。ベルグレ成り打ちいきましょうか。ほい、いいね、強いね、ベルグレ強いよ。アマテル打ってくる。まあ今のところルラを置きたいところ。リッチ引かないかな。まあこれはルラ行きましょう。はい、ルラ置きます。デフレキ引いたの強いですよと。チャージ貯めて吸収してって感じですね。さあアマテルをつないでくるかどうか。つないでこない。であれば一旦まあ E4 から行っても良さそうですけど、まあリに行きますか。ほい、リに行きまして、いい感じですよ。 HP 差がねどんどんついてきてるんで、割といい感じではある。角に置いてきた。ここ召喚入るんで、攻めてもいいな。攻めるか、攻めよう。これこういきまして、でダメ入って吸収も入るんでね。でここで召喚が入るんで、フェルグのねコンボスキルが強いんですよね。これでそっち打ってくる。でロックしながらフェルグコンボつないでって感じかな。守護者でもいいな。守護者にしましょう。ちょっとでも削っておきます。この進行でねご了承してる以上早く削った方がいいんで。さあ押します。いや強いな。まあビナとかがちょっと怖いぐらいですけど。ルラ、いやこれ飛ばさないかもしれないな。大丈夫かな。いや飛ばないな、飛ばないね、ちょっと飛ばないので、どうしようか。これ多分耐えるな。消し取って入れて、ルラのコンボ3200なんで多分耐えるんじゃないか。大丈夫だと思う。でもトウヤも置いたんで、ダメを出せばこれで帰って、これいくんじゃない。オッケー、危ない。よし、さあ行きましょう。3戦目神ターン。神ターン相手はまあロックとかね、スクヨミとかあるんでね、その辺でなんとかできればって感じですけども、手駒悪くないね。さあ初手ファビオからの、まあ、次守護者打って、でその頃にはねもうフェルグがマックスなんでっていう感じですね。フェリア、まあ、これは守護者でいいですね。はい、打ちましょう。
はい、守護者打って吸収毒と、でまあ次リーニーで良さそうですね。リーニー置いて、わあディガンマ来ちゃったディガンマ来ちゃったなら、フェルグでもいいな、これフェルグにしよっか。ほい、いやリーニーでもよかったかな。ずっとね回復してるとこのなんだっけレオニスのアドバンテージが600のままなんですよね。これ相手が削ってくんないと。あ、削ってきた。8割切ったっぽいね。でこれで吸収も入るようになりました。そしてリッチ、これはいいリッチですよ。まあ、テコモロックもあるんでね、だいぶいい感じにいきそうですが、あー、シム来たリーニー打とうとしたのに隙を与えないですね。まあでもこれは裏でもいいね。裏にしますか。ほい、コンボが強いんで裏置いておきましょう。まあ、次にでもロック打っていいですけど、なんかアラクとかね置いてきたら、これ打たなくていいか。ロック大丈夫そうだな。リーニー置きます。リーニー置いて削っていきます。多分ロックしなくても大丈夫だと思う。そんな致命的なダメージは受けないと思うので、相手プティも引いてないんでね、まだ割と痛いっていうねまあ痛いけどロックもあるんでね、全然大丈夫な感じですね。ロックで D2 コンボつなぎつつ火力出しましての、よし、いいよ。でバイス引いてるんで次、まあ、リーニーコンボにバイスつないで飛ばせないかなって感じですね。しごじゃあこれ飛ぶこれ飛ぶ、こっちの方がいいか。そうだね、これ系ね、ギリギリいけるはず。これで間違ってなければ、よし、オッケー、ナイス。さあ行きましょう、4戦目。神ターン、神ターン多いね今日。撮影外でもね結構神ターン当たるんですよね。おお、ロック突き読み、ロック突き読みだが、フェルグ切るのもあれなんで、ちょっとロック切りましょう。あんまりロック捨てたくはないんですけどね、まあ、ただ突き読みの方が効力はあるんで。さあ、まあこれで一旦ピリカが出てきましたと。で、まあリーニーでいいかな。はい、リーニー打ちましての、まあ次変置きリッチとか引ければだいぶいいなーっていう感じではありますが、ブラダマンテ、さあ何引いてくるか。ほっ、これはフェルグだね。打っときましょう、吸収、よし、いいよ。で次バイス置いちゃって良さそうかな。執念バイス置いて、まあ、月読みはもう温存って感じですかね。お、攻めてきますね。まあこれはバイス行きます。でもおそらく C1 打ってくる。で角に守護者を置いてって感じかな。でバイス消せばフェルグの動線通るんで、
わー、来たー。いや、これはもう、行っちゃう？これ、撃っちゃう？これ。いや、一旦待とうか。全然多分ね、後からでも間に合うんだよね、これ。この HP だと。よし、これは月読み行きましょう。アトラス珍しい。ここを月読みで抑えます。いや、この月読みはマジね、このキャラね、ほんと強いね。リーダーのね、紹介の動画ではあるんですけど、やっぱ月読みね、やっぱ魔獣欠かせないと思いますね。ほんとに強い、このキャラ。まあ、レラいっちゃうか。これはもう撃っちゃおう。あ、いや、でもカウンターしてもあれもんね、今フォース張ってるから、もうこっちいいや。おいおい、回復、岸川の回復、回復。いや、これはちょっとさすがに手駒が強すぎたね。これ完封しちゃってるもんね。これもう月読み完封からのホーリーで回復回復ってね。さすがにこれは大引きがね、悪さしてましたね。これはまあ強いというところで、あ、強いな。はい、さらっといきましょう。ウィブテンか。わあ、先行か。これ後手番だったらな。いや、これ後手番だったら強かったのに、この手駒。先手か。もう先手だとね、ただの手駒事故なんですよね。とりあえず、トーヤ欲しいな、これ。まあ、鉄井打ちますか。あ、まずい。まずいですよ。手駒か。手駒がまずいですよ、これ。次エンデカ切ってもいいな、これも。さあ、おそらくヌアザですね、あれ。まあ、トーヤ引いたらエンデカ捨てですね。フェルグでもエンデカ捨てかな。あー、絶妙なラインだ、この上。絶妙。まあ、ルラディッカ打ちましょう。あ、切るかどうかのすごい絶妙なラインの駒が来ましたね、これは。まだ割と削れてはいるな。とか高いな、 HP3 万1000か。さあ、ここでほっ、おお、これは行こう。このコンボスキルもね、返せるんでね、このイリア・イリカのボルトブギアもね、返せますんで、これはもう置いちゃっていいでしょう。きた、新駒。いや、こいつ強いよね、新駒ね。アドバンテージ量でいうとだいぶですからね。いやー、これはどうしよっかな。いや、ね、これね、月読み、ここありだと思うんだよな。ここ置いても多分ね、月読み返すと召喚が増やせなくなって、なおかつルラコンボがつながるんですよね。なんでこれ D に飾らを得ないんじゃないかな、お相手さん視点。これなんでだいぶこうするときついはず。さあ、どうだ。これそうだよね、これで繋いでくる。で、ここでコンボ使って OK、 返していく。半分切ってない。デカがまだ使えないな。リッチか。まあまあいいでしょう。で、ここでコンボのホーリー使って、
で、これでも、スクエミ返しちゃうと、ルナーの4500なんで、多分これ消せないんじゃないこれ。さあ、どうだこれ。来た。いや、これ強いよね。このコラボの駒。実は引いたんですけど、これ。強っ。え、一気に HP 差が。まあでもね、ここでもう一回ホーリー使えるんで、いっちゃいましょう。こっちにこれがあるんでね。強いね。強い。これはもう、いったでしょう、さすがに。多分何が出てきても大丈夫だね。ここまで来れば。アラジン来るけど、さすがに耐える。よし、OK。耐えて、バイスでフィニッシュと。いや、強いね、新リーダー。これ安定感ね、結構あるね、使ってる感じは。多分見てるだけだと結構地味だと思うんですけど。いや、これ強いね。よし。はい、ということで今回ですね、レオニス10日使ってきました。いかがでしたでしょうか。いや、強かったですね。安定感がね、ヌラリー僕普段で結構使うんですけど、ちょっと違うね。なんで本当にヌラリーとかメフィの上位互換っていう感じですね。現代版の、まあ、ヌラリーっていう感じがしてるんで、これ強いと思うんでね、当たった人ぜひ使ってみてください。ということでね、ぜひね、感想とかありましたらコメント欄によろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。